はい、こんにちは。今日は YouTube コメント欄からのご質問にお答えいたします。ご質問2つありまして、1つが新しいタイプの睡眠薬のロゼレムってどうなんですかっていうものです。でもう1つの質問がメラトニンのサプリって効果ありますかっていうご質問です。そうですね、ロゼレムっていうのは、比較的新しいタイプの睡眠薬で、一般名はラメルテオンってものですね。で商品名はロゼレム、これはメラトニン受容体作動薬っていう種類の、睡眠薬です。でメラトニンっていうのは、確かにサプリでもあるんだけれど、日本だとね、お薬で処方されております。メラトベルっていう名前のお薬なんですけれど、メラトニンってそもそも脳の消化体っていうところから分泌されるホルモンで、睡眠を司る、日内リズムを司るホルモンなんですね。メラトニンが分泌されると、眠気が生じるっていうものなんですけれど、それがサプリとしても出てるし、日本だとお薬としても出てるんです。なので、ロゼレムもメラトニンもね、違うものなんだけど似たようなものなので、今日まとめてお話ししようと思うんですけど、じゃあまずロゼレムからお話ししようと思うんですけど、これはメラトニン受容体作動薬なんですね。で最近これはね、よく処方されているお薬です。で今まではベンゾゼアゼピン受容体作動薬っていうお薬がメインで出されていて、今でも結構出されてて、これを飲んでる人っているんだけれど、ベンゾゼアゼピン受容体作動薬って本当にたまに頓服で飲むぐらいだったらいいんだけど、毎日飲んじゃう人がいるんですよね。で毎日飲んじゃうと、依存性とか耐性とか、あるいはそれをやめようと思っても、反調性不眠って言って余計寝れなくなっちゃう、離脱症状が強いっていうのが問題になって、ベンゾゼアゼピンをね、あまり出さないようにしましょうっていう方向性になってるんですね。でちなみにベンゾゼアゼピン受容体作動薬、どんなものがあるかっていうと、ハルシオンとかレンドルミンとか、デパスとかマイスリーとか、それ以外にもいろいろあるんだけど、ちなみにマイスリーってその化学構造上はベンゾゼアゼピン系ではないんですけれど、ベンゾゼアゼピン受容体作動薬ではありますので、そこをご理解くださいね。誤解のないようにお願いしますね。なので僕はマイスリーはベンゾゼアゼピン受容体作動薬って言いますし、それ正しいですんでね。はい、ということなんですけど、結局ベンゾゼアゼピン受容体作動薬ってその脳に作用して脳を鎮静させる、眠気を起こすっていうものなんですけれど、依存性がすごく強いんですよね。でたまに飲むぐらい、月に1回とか頓服で不安の強くて寝れない時に飲むぐらいだったらいいんだけど、毎日飲んじゃうと非常に依存が強くなっちゃうんですよ。本当は毎日飲まないようにした方がいいんだけど、どうしても患者さんが依存してね、出してくださいって言ったりとか、あるいは精神科の先生とか、それ以外の科の先生でもあんまり毎日ね連用して使うのは良くないっていうことをまだ知らなくて、もともと安全な薬っていう売り出し文句で出てたもので、最近になって、毎日飲むと依存して危険ですよっていうことが分かってきたので、まだそれ知らない人も知らない先生もいるので、毎日出しちゃう先生もいるわけですよね。精神科とか心療内科の先生でもいるわけなんですけれど、だけど、それが問題になってですね、2018年度の診療報酬改定で同一成分のベンゾゼアゼピン受容体作動薬を1年以上同じ用量で処方し続けると、処方量と処方線量を減らすっていうルールができたんですね。さすがにベンゾゼアゼピン受容体作動薬をねずっと飲み続ける、それを出し続けるのは良くないよねっていう風潮になってきて、それを出し続けると処方量処方線量下げられちゃう。で、処方する精神科とか心療内科の先生の、売り上げも減ってしまうわけなので、それ以来、ロゼレムとか、あるいは、ベルソムラとかデービゴっていう、ベルソムラデービゴっていうのはオレキシン受容体拮抗薬っていうまた新しいタイプのものなんだけど、そういう新しいタイプのものが今主流になってて、そういう新しいものは、ベンゾゼアゼピン受容体作動薬に比べると比較的、耐性とか依存性が少なくて、比較的安全ですよっていう売り文句で出てるものです。でそれがロゼレムなんですけれど、でロゼレムっていうのはですね、日本とアメリカでは承認されてるんですね。ただヨーロッパでは承認されてないんです。
で承認されていない理由は、まあ、効果が不十分っていう理由なんです。なので、まあ、確かにね効果はあることはあるんだけど従来の睡眠薬に比べるとベンゾディアゼピン状態作動薬に比べると、まあ、効果が不十分だって訴える患者さんが多いっていうのは確かです。はい。であとねどんな特徴があるかっていうとロゼレムはロゼレムはねうつ病の危険性を高めるっていうねデータがあります。はい。あとは、まあ、副作用としてはロゼレム飲んで寝れたとしてもその翌朝以降の、まあ、眠気が続きますよと、まあ、これはねどんな睡眠薬でもよくあるものなんですけど、まあ、超短時間型のねハルシオンとかマイスリーだと翌朝以降あんまり眠気がないってことあるんだけれど、まあ、ロゼレムだと翌朝以降まだ眠気が続いてボーっとするとかね、まあ、そういうことありますよっていうものですね。あとねロゼレムのちょっと怖いのは副作用でプロラクチンというホルモンがね上昇しちゃうっていうデータがあります。まあ、それによって女性の方だと、まあ、月経異常とか乳汁分泌、おっぱいが出ちゃうとか、あとは男性でも女性でも、まあ、それによって性欲が減退するとか、まあ、そういうねちょっと皆さん聞いて嫌だなって思う副作用があります。でまあ従来のベンゾジアゼピン受容体作動薬なんかに比べると、まあ、依存とか乱用とか離脱症状とか、反調性不眠、まあ、薬をやめることによって前よりも余計眠れなくなるとかね、そういう反調性不眠っていうんだけど、まあ、そういう副作用が生じにくいって言われています。で、まあ、さっきも話した通りメラトニンっていうのはそもそも脳の消化体で作られて分泌されるホルモンなんですね。でメラトニンっていうのはだいたいね夜の20時ぐらいから分泌されていって、で夜中の1時から2時ぐらいがピークなんですね。でその後また下がっていって明け方ぐらいになるともっと、下がると。で朝起きて太陽の強い光を浴びるとメラトニンがさらにピタッと分泌抑制されますよと。で分泌抑制されてから、まあ、十数時間経つとまた再びメラトニンが分泌されて、でメラトニンによって眠たくなって眠気が生じて寝てっていうのを、まあ、毎日ね24時間のリズムで、繰り返されてるっていう、まあ、そういう日内変動リズムを司るホルモンがメラトニンっていうわけです。でそのメラトニンの受容体に、作用するのが、ロゼレムっていうことですよね。でメラトニンっていうのはですねその年齢によってですね分泌量が変わってくるんですよ。で大体ね10代がピークでメラトニンいっぱい分泌されるんですね。でその後だんだん加齢とともにメラトニンの分泌量減っていって50代とか60代になると10分の1ぐらいになるって言われてるんですね。なので結構若い時ってすごい寝れたじゃないですか。でどんな場所でも寝れるしいつでもどこでも寝れるっていう感じだったんですけど、まあ、夜になればね。だけど年取るとだんだん眠りが浅くなってきて寝れなくなってくるんですよね。で年取ると不眠症になるっていう人もいるわけであって、まあ、50代60代で10分の1になっちゃうわけですね。なので結構年を取って眠りが浅くなってなかなか寝れなくなって、でロゼレムをまあ毎日飲ん でリズムを整えるっていう人はよくいますね。なんだけどロゼレムっていうのはですね、まあ、従来のベンゾディアゼピン受容体作動薬なんかに比べると効果が出始めるまで時間がかかるって言われています。だいたいね毎日寝る前に一錠飲むようにしてだいたい2週間から4週間ぐらいかけてやっとその効果が出始めるっていう人が多いって言われていますね。まあ、徐々に効果が出始めて、まあ、効果を実感しにくいっていうふうに言う人が多いです。従来の、まあ、マイスリーとかハルシオンを飲む人なんかは最初飲み始めの時なんかは飲んだらストーンってすごく眠りが、ね、深くなって落ちるように寝れるっていう人が多いんだけど、そういうのはね実感しにくいって言われています。でロゼレムは飲んだ後その最高血中濃度到達時間がだいたい 0.75 時間ぐらいって言われています。で半減期は 0.94 時間って言われてるんだけど、
ただしね、ロゼレムってその代謝されてね、代謝産物にもその効果があるって言われてるんで、まあ、代謝産物まで考えると半減期大体2時間ぐらいじゃないかっていうふうに言われています。でどっちかっていうと入眠障害よりも中途覚醒とか早朝覚醒とか熟眠障害に効果があるって言われてます。なので、まあ、寝つきが悪い時に飲んでストンと寝れるっていうよりかは、まあ、飲み続けることによって、まあ、その眠りを維持する力が強くなるっていう感じの作用っていうことです。あとはやっぱりメラトニン受容体作動薬なので、メラトニンと同じようにその体内リズムを整えるっていう効果がありますね。なので、まあ、例えば時差ボケではすっきりしないとか、あとは夜勤の交代勤務、夜勤して日勤やって夜勤して日勤やって夜勤やって夜勤やってとか、そういう人だと、まあ、リズムが整わないので、まあ、そういう人なんか飲むとですね、効果をよく発揮するっていうことがあると言われていますね。なのでそのメラトニンによる体内リズムが崩れて不眠の人なんかはそのロゼレムを飲むと結構即効性があって、一回飲むだけですぐ寝れるっていう人いますね。で僕もねロゼレム飲んだことね何回かありますね。5回ぐらい飲んだことがあるんだけど、それはね飲んでね全然眠れなかった時もあれば、飲んですごい寝れた時もあるんですよ。まあ、それを思い返すと飲んで寝れた時っていうのはその体内リズムがねすごく崩れてた時だと思うんですよ。で飲んでも寝れなかった時は、まあ、ただその脳が興奮して緊張して寝れなかっただけなので、結構ね僕の5回ぐらい飲んだ時でもすごく飲む時と、すごく効果がある時と全然効果がない時のね落差が激しかったので、まあやっぱりメラトニンの分泌の仕方によってね効いたり効かなかったりっていうのがあるんだと思います。なのでその夜ねそのスマホとかパソコンとかテレビとかやって夜更かしして体内リズムが崩れちゃった人なんかは、そのロゼレム飲むことによって体内リズムを整えたりとか、まあ、そういうことは有効だと思います。あと今までベンゾゼゼピン受容体作動薬を飲んでいて、まあ依存耐性反調性不眠で、まあ、そこから、ロゼレムに移行する場合、これはねちょっと難しいんですよね。突然ベンゾ系をねベンゾジアゼピン作動薬をやめて急にロゼレムにすると反調性不眠で寝れなくなっちゃう人が多いので、まあ、そういう場合はその前のねベンゾジアゼピン受容体作動薬の量をその減らさずにロゼレムを加えて、でそこから徐々にベンゾゼアゼピン受容体作動薬を前言法でちょっとずつ減らしていくっていう、まあ、そういう方法を取ることになっていますね。はい、ということです。で、じゃあ今度メラトニン、メラトベルっていうお薬のお話をしましょうかね。まあ、メラトニンっていう名前で、まあ、海外でサプリメントとして販売されているのもあるので、それを取り寄せて日本で飲んでる人もいるし、あるいは、お医者さんに行ってメラトベルっていうお薬、まあ、これはメラトニンなんですけど、これを処方してもらうっていうこともあるんだけれど、この、ね、メラトベルっていうお薬はですね、保険適用があるのは小児の神経発達症のみなんですね。まあ ADHD とかの方ですよね。ADHD とかの発達障害って結構睡眠リズム障害があるんですよ。まあ、脳がわーっと興奮してなかなか寝れなかったりとかで、また急に眠くなって昼間寝ちゃったりとか、そういう人もいるし、あとまあ結構ね大人とかでもその ASD の、まあ、アスペルガー症候群って昔は言われてたんだけど、まあ、そういうタイプの人なんかはその何かに熱中してね、集中してずっとやり続けちゃうってことがあるんですね。で気づいたらもう何時間もやってて夜中になっててって感じで、でそれで睡眠リズムが崩れちゃう人っているんですね。結構大人でもなんか天才型とか言われてる人ってアスペルガー症候群っぽい人が多くて、睡眠リズムがめちゃくちゃになってる人もいるんですよね。まあ、そういう人なんかはね大人でもロゼレムが有効なんじゃないかって言われてます。で、子供の神経発達症の人は、
メラトベルっていうのを保険適用で処方してもらうっていうことがあるわけですね。で僕メラトニンもその昔ね海外のやつ取り寄せて飲んでみたことあるんだけど、その時も 5,6 回ぐらい飲んでみたかな。その時はね全然効かなかったですね、はい、まあこれも個人差があるんだと思います。なので、まあ、例えば脳が興奮したりとか不安が強くて寝れない時ってこういうそのメラトニンとかあのロゼレムっていうのはちょっと効きにくいのかもわかんないですね。でどっちかっていうとメラトニンのねそのリズムが崩れてるとかあるいは年をとってメラトニンの分泌が落ちちゃってあの深い眠りにつけない人なんかがあの効果を発揮したりとか、まあ、そういうものなんだと思いますね。はい、ということでございます。はい、ご理解いただけましたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。